こんばんは。こんばんは。すごい、あれがさ、お誕生日おめでとうのさやつってさ、あれになったんかな、なんか押したらさコメントできるやつみたいな機能あるじゃないですか。あれになったんかな。こんばんは。そう、本日はなんだっけ、ラゾーナ、あ、なっとる、あ、じゃけんじゃけん、そのコメントが多いのか。本日はラゾーナ川崎でのリリーベありがとうございました。イエーイ、ありがとうございました。超久しぶりのリリーベ、めっちゃ久しぶりのリリーベだし、特典会がねあったんですけど、16人でお見送りさせていただいて、なんか大好きな人の時もやってたんですよ。で、今日はあの透明なやつあったけど、ほとんど前と一緒の感じで、そう、マスクなしでした。メンバーはマスクなしで、楽しかった、めっちゃ楽しかったです。本当に一番最初は地方で、やっぱりほんまに嬉しい。一番最初特権って大きいですよね、多分ね、最高すぎた、最高、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。ちわちゃんの声響いてた、ほんまに今日でも響いてたらもう私の声はとんでもないですね。なんかさ、なんだっけ、お台場で最近7人でリリーベした時は結構大々的なガラスみたいなやつでやって、マイクがあっても聞こえづらいぐらいだったんですけど、今日はなんかね、大々的なガラスじゃなくて、触ってみたらラップみたいなラップみたいな、なんかちょっと柔らかい生地のやつで、なんか下も空間空いとってめっちゃ声聞こえやすかった。そう、普通に地声聞こえてうわーってなったね、ほんまになんか久々のこの感じだってめっちゃ思いましたね。そう、超話しやすかったね。息をする心、ついに発売されましたので、どうぞお願いします、うん、可愛かったっす。本当っすかお待ちしております。こんな話できるとは思わなかったよね。結構お話した気がする。いっぱい皆さん回ってくださったりした方はたくさん話せて、あ、ほんまやね、16人バージョンをファンの方の前で、なんか歌番組とか以外で16人でやるの初めて。初めてでしたね。しかもフルフルでございました。楽しかった、本当に楽しかった。私めっちゃ久しぶりに踊ったんですよ、多分もう1ヶ月半
ぶりくらいに、あの昨日とかね一曲だけ踊ったりはしたんですけど、あ、ん？でもさ、あ、瀬戸内巡り出たわ。瀬戸内巡りあったけん、それの時踊ったか。でもほんまにさ、最近全然踊っとらんかったけん大丈夫かいなと思ってたんですけど6年は伊達じゃないですね大丈夫でした。超楽しかった、ほんまに。たくさんの方が見に来てくださって、センターおめでとう、ありがとう。なんかさ、今日センターおめでとう、発売おめでとう、あと誕生日おめでとう。なんか早いけど誕生日おめでとうって言ってくださる方がたくさんいてね、嬉しかったです。そう、明後日やばい。明日ね、あれします、ひまたぎ配信。さっきね聞いたんですよ、マネージャーさんに、あれって許可いるんですかって聞いたら、やんよって言われた、キャンします、そうよ、21歳よ。びっくりしちゃう。来週幕張で言うわ。うん、言ってください。早いな、来週もう幕張です。来週私のソロライブの石田地方大感謝祭もさせていただきます。明日クックパッドライブが大阪であるんですけど、その前にボイトレ行きます。結構幕張の大感謝祭は自分の個人的な挑戦があります個人的な挑戦が、ほんまじゃね、まだ先じゃって思いやったけど、割ともうすぐ1週間後だ。ね、本当に早い。20代あっという間に時が過ぎて、ほんまに？でも私10代長かったと思います。なんでだろう、前日のお話し会で喉痛めんようにね。え、ほんまにそう。だってね、今日みんなの16人のお見送りでも私結構大きい声出しちゃってたんですよ。結構ハイテンションになっちゃって大きい声出しとって、そうで終わってからちょっと喉痛くて、これ気をつけんといけんなと思いました。舞台まだ大阪もあるし、とその東京の大感謝祭もやるから。え、大感謝祭のさ前日ってお話し会なの？
ったっけ。私もうさ予定を知らんすぎて把握できとらん全然。あ、そうなんか、どっちも幕張で、あ、リアル話し会と STU48 祭がぴょんぴょんってあるってことか。なるほどね。てか私くるくると同じレーンですよ。話したっけ昨日のショールームで。くるくると、なんだろう、くる地方、地方くるレーンでございます。楽しみ。くるくるも声大きそうだな。え、そうなの？私全然わかんないや、くるくるのお話し会のなんか雰囲気。研究生ちゃんのお話し会の雰囲気あんまりわかんない。超早口、そうなの？意外だね。楽しみ。そうなんよ、くるくるはチャートリーで同じなんですけど、私が舞台で来てから公演で撮ったりだったから、レッスンとか公演とかも一回も一緒にしてなくって、花だれ公演をね一緒にしたことあるんですけど、いいね、いっぱい話すチャンスだ。かゆい。今日夜はちょっと寒かったね。え、寒かった夜。夜寒かった。関東ずっといるの助かります。でももう明日からは大阪でございます。楽しみ。明日さ、クックパッドライブで作るのがオムライス作るんですよ。私さ、オムライス何回か作ったことあるんですけど、なんか中のさ、ケチャップライスまでは美味しいしうまくいくんですけど、オムライスって卵が一番大事じゃないですか。見た目でもう卵で決まりじゃないですか。もう卵もうね難しそうなんですよ。めっちゃここに来て大ピンチ。頑張ります。いや私、え、みんな知ってる人いるかな。もう知らん人がもう98割ぐらいだと思うんですけど、 STU ができたばっかの頃に AKB さんと STU で広島で全国握手会があったんですよ。その時にネモーステレビの企画でオムライス作るっていうのがあって、 AKB さんから4人くらいと STU から4人、確か4人が作るっていうので、私作ったんですよ。
でその時なんで作るメンバーに選ばれたか忘れたけど、なんか作ることになって、で私オムライス作ったことなかったんですよ実を言うとオムライス作ったことなくって、じゃしなんかでもなんか作り方は大体わかるじゃないですか。でもそのみんなが知ってるオムライスの作り方をしてもまだペーペーだし全然印象に覚えてもらえないと思って、もう急いでその日に数分前に YouTube でオムライスなんか特殊な作り方みたいな感じで調べて、でなんかすごいの作ったんですよ。なんか卵がなんかスクランブルエッグみたいな卵をオムライスを作って、なんかね味もねめちゃくちゃ薄くって、あれは赤毛の至りだったなって思います。本当にそう懐かしい。今だったら今あの時に戻ったらもう何も考えず普通に自分が美味しい自分が食べたくなるような味の濃い美味しいやつを作ろうって思うんですけど、その時はなんか空回ってた気がする。私さ、瀬戸ビンゴ皆さん見てました？ AK ビンゴの STU バージョンが初期の頃あったんですけど、その時もなんか結構気候っていうなんか奇妙な行動、気候をしてた気がする。でもほんまに瀬戸ビンゴきっかけで握手会来てくださる方がめちゃ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 多くって、その時あの押し増し券使える時間になった瞬間にめっちゃ列がバーって来てくださって、本当に嬉しかったのを覚えてる。そう懐かしい。私今だったら考えられないことをいっぱいしてました。なんかクレヨンしんちゃんのモノマネをお尻振りながらしたり白目したりブリッジして白目したり、あとは天体観測部、そうなんかお弁当を作ったりたくあんいっぱい食べたり、懐かしいですね、体張ってましたね。懐かしい。またね瀬戸ビンゴ復活してほしい。あ、確かに私愛子さんの卒業式歌いましたよね。あれなんかどういうあれ企画だったんだっけな、なんか忘れたけど私テレビでソロで歌ってるやないかい本当だ懐かしい。セタビンゴまだ Hulu で見れるよ見てほしいような見てほしくないような。
そうだわ、安藤夏さんに投げ飛ばされたわ確か。へえ、懐かしい本当ですね、こんな時代もありました。ってことで、そろそろランキングを読もうと思います。20位のりふみさん、19位おかちゃんさん、18位まーくんさん、17位ふーくろさん、16位ゆりやピースさん、15位ジノラゴさん、14位 FB さん、13位井上よしひろさん、12位ニックさん、11位ととみちさん、10位ソメヤさん、9位キョンシーさん、8位玉三郎さん、7位バンブーホースさん、ラッキーセブン、6位ロッサさん、5位丸坂 LLC さん、4位演歌家さん、3位グリオティーヌさん、スリースリー、2位東京のスワンさん、ツーツー、そしてそして第1位はヒュンナルナさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです、ありがとうございます。改めまして、本日は息をする心をリリース日でした。ひー、めっちゃ楽しかった、ほんまに。皆さんいっぱい息をする心聞いて MV 見て、聞いてみてくださいスパイマイトありがとう。明日は大阪でクックパッドライブなので、そちらも来てくださる方と見てくださる方、よろしくお願いします。それではバイバーイ、おやすみなさーい、また明日ね、はい、またね、おやすみ。明日も配信。